これで、エアスパーをフリーズすることで、この突撃艦と投石機とイーグルをね、狙ってたんだけど、バレて、くるくる回って、落ちたとこにあの、バ爆があって、あーら、大変と。読まれてたーと。バレたーって。これ、きっつーと思って、はめられたやんけーって。 チケラッドメタジュンです。今回はこちらユニコーンズラブ戦をやっていきたいと思います。今回の対戦は LIC という大会だったんですけど、ルールがあって空攻めが2回、陸攻めが2回、自由な攻めが1回というね、攻める戦術の幅がね、ある程度2-2という風に決まっているという状況でしたで。今回ベスト16の対戦で、ベスト16までね、日本からい多分5個ぐらいあったんですけど、まあ、今回唯一の日本戦でグインウォーカーズ VS ユニコーンズラブでした。まあ、今回勝つことができたのでベスト8 進出で,ね、で、すね4前回と。まあ、1個ね、まあ、配信でも結構すごい盛り上がってたんですけど、逆に。<laughs> ま大事件が起きて、まあ57、57%なかなか珍しい感じにはなったんですけど、まあ、なんとか勝ち切ることができて、まあ、今回はね、この前回を振り返っていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。えっ、ー、とね、ライブ配信の方でもすごく海外のね、配信者だったんですけど、日本のコメントも結構目立ってたっていう風を聞きまして、応援ありがとうございました。 まあいい、順番通りに振り返っていこうかな。まあ、スタドラなんだけど、これもね、なかなかやばいアタックで、星1になりかけましたね。というのも、えーとね、ジャンプが3枚になってるんですけど、これ援軍でもらう呪文を間違えて0時だったらしいんですけど、ジャンプ3枚になってしまってっていう形でした。で、今回の開園配置は、マルチ IT の3本ですよね。まあ、それを見て、すんごいスーパーネクロ刺さるねっていうところで、スーパーネクロの採用になっています。 そもそも、マルチ IT に刺さりやすい戦術の一つとして、このお出火がありましたよね。このマルチ IT をおでんで追っていくっていう、この太鼓の戦術なんですけど、これがね、まあ、最近ではシングル IT が多かったっていうのもあって、逆に刺さりやすい環境になっていると。まあ、マルチ IT がね、まあ、ラバルがすごく増えてる環境で採用されやすくなってるし、特にクイーンウォーカーズ相手ってラバルが来るのが分かってると思うので、まあ、そうなるとマルチ IT がすごく自然と増えますよね。そうなったところで、 こういうおでひっていうのがぶっ刺さっていったのかなと思います。が、結果的にはすごいギリギリの全開です。さすがですね。まずは、これはね、細かいんですけど、今、ジャイでね、このスーパーネクロがこのビッグボーイをしっかり生成するまでの時間を稼いでいきました。で今回のバスターなんだけど、これ穴開けとしてのバスターではなくて、タウンホールを破壊するためのユニットを入れたバスターになってます。が、これが悲劇の要因です。 トームをね、突撃艦に合わせたくないというところから、これは突撃艦ではなくてバスターにした作業になってます。で、ここで本来ならば、レイジを撃つべきところを、レイジを撃たずに、中心部にレイジを持って、撃、えー、つというね、判断にしたので、はい。ダンホールが残ると。やりましたね。<laughs> まあ、うん、援軍からもらった、 ジャンプがあれば、ジャンプが0時ならね、そこを打って簡単に終了だったと思うんだけど、まタウンホールが残ってヒヤヒヤしながら見てたら、なんとかここでクイーンがね、打ち終わってギリギリなんだけど、ギリギリなんだけど帰ってきてくれて、よしよくやった、ナイスフリーズ、素晴らしいですね。で、なぜかライトニングを持ってきてるんだけど、ライトニングをスケルトンに打ったが外すというね。<laughs> いやいや、それ外すんかいっていう。まあ、呪文がなんかもともとは、 余る余裕ですとかなんか調子乗ってて、攻める前に。うん。でな、ななんか、こいつこけるなとかみんなで思ってたら、ギリギリの全開だったんだけど。まあ、多分これはね、援軍処理のストライカーに向けたライトニングを持ってきてたと思うんだよね。まあ、マルチ IT なんで、全部、シングル IT のタゲの取り直しっていう意味で、ライトニングではないので、まあ、シンプルに援軍に対してのライトニングだったのかなと思うんだけど。まあ、特に。 何もせずという感じでしたね。まあ本当にこの、結局ジャンプ余ってるんだけど、これがレ時ジだったらもっと余裕だったんだけど、こういうなんかもったいないミスっていうか、もったいないですよね。マジでもったいないんで、こういうのはね、皆さん気をつけましょう。<laughs> はい。続けて、えーと、ラストアタックだったんですけど僕のは、非常にね、バレてましたね。はい。これで、エアスイパーをフリーズすることで、この突撃艦と、 じゃあ、透析機とイーグルをね、狙ってたんだけど、バレて、くるくる回って、落ちたとこに穴、巨爆があって、あーら、大変と。<laughs> 読ま呼ばれてたーと、ね、バレたーって。相当、温まって。温まってやないけど、もう、これ、きっつーと思って、はめられたやんけーって。バレてたやんっていう。透析残ったし、ラバーも全然処理できないし、こういう、キングがね、 地味にキングが重要で、投石残るのはまあしょうがないかなと思ってたんですよ、正直。キングは処理して欲しかったんですよ。というのもこれ。あとでね、ストライカーでクイーン処理するんだけど、このストライカーがキングに座れちゃうんですよね。クイーンの方にストライカーをきれいに誘導できれば、問題ないなと思ってたんですけど。うん、まあしょうがない。で、キングをこの投石機エリアに入れつつ、これ、ロイッチャーもね、ここを通す予定でした。で、 もうちょい余裕あるからラバーとか割れるぐらい余裕だと思ってたんですけど、まあ、そうもいかなかったので、ここを無理くりいろんなユニットで割っていく判断にしました。で、フリーズも打っていきつつ、もう一回ね、リックパートにフリーズ打っていきます。で、もともとここのシングル T とかフリーズ打つ予定だったし、えっ、ー、と、エアスイーパーの方もね、フリーズを打つ予定だったので、ここ、ヘイストは普段3枚なんですけど、この編成だと、フリーズ4枚にしてフリーズ多めの編成で、 もうあらかじめフリーズガンガン撃つつもりで持ってきてました。はい。まあいい感じですね。まあシンプルに突撃艦パートのお残りが大量に邪魔だなっていうぐらいで、まあヒーローパートに関しては予定通りよりちょっと削れてないぐらいの感じですね。はい。で、ラバルパートスタート。 ま本来ここが残ってないので、もっとね、こっち側に厚めに出していくようなプランだったんですけど、透析機をカバーするために少し虹側に集めて出していきました。で、ストライカーにかけつつ、トームでここ赤爆もしっかり回収。まあ、ここでキング捕まっちゃうんだけどもしょうがないので、ぶち破っていきつつ、奥ですね、この、ラストそうなるとウィズトがね、怖いところなんで、ウィズトのタゲをひたすら取ってあげつつ、裏から出してるバルーンがいることで、この辺の赤爆とかも吸収してくれるので、 問題なく、まあ、リカバリとしては良かったんじゃないかなと思います。もう完全にバレてたもんね、これ。<laughs> 読まれたーって感じだったんで。読まれた上で前回を取れたので、まあ、良かったですね。うん、なんか、最悪、まあ、最低限やってくれればそれでも取れるかなっていうところはあったんで、読まれても多分取れると思ってやったんだけど、まあ、即死しなかった分、まあ、多少は気づいてくれたので、前回を取り切ることができましたね。まあ、なかなかしんどいのには変わらないけど、 通ったら通ったって絶対取れるぐらいの自信はあったし、まあ今見て分かったんだけど、今取るねとか何もなかったらめちゃめちゃ42000回は取れましたね。で、多少引っかかっても取れるという算段があったので、まあユーファレスもいいかということで攻めたっていう、そういうイメージです。で、続いて学。ギガフォグなんですけど、まあここのね、 ダミン壁があることでクイヒも流れづらいし、ディガーも流れづらいしっていうところでもう援軍処理と投石機器を追ってタンホールの方からディガーをスタートするというような、まあ、形としてはすごく分かりやすい形にはなってるかなと思います。で、ここなんだけどね、ガク多分普段の感じでやろうとしてたんですけど、今回ポイズン2枚編成だったのを忘れてて、ポイズンとフリーズ、ポイズ2枚とフリーズ打っちゃうんだけど火力が高くて結局、 グロックを足されてヒラもちちゃってという展開で少し厳しい感じにはなっちゃうんだけどそれでもこっから取っていきますポイズン2枚編成っつってもね結局火力の高いところで当たってしまうと今みたいにシンプルに火力高くて <laughs> ポイズン2枚じゃどうしようもなかったりまあポイズン2枚だったら先打ちで結構かけていかなきゃいけなかったんですけどちょっと遅かったですね今回はさあ、多分これはねホグを タウンホールの爆破に巻き込まないタイミングで出してトーっていうイメージだったと思うんですけど、若干被りつつ、まあ、この辺の巨爆と小爆弾のセットを見るからに、確実にターンホールと投石器の間に突滅を刺したところを罠で誘ってはめようみたいなそういう意図が見られますね。さあ、大量のリキスケルトンをホグが釣り出してくれたので、クイーンがここで仕事をしてくれてます。で、ここ、レイジをクイーンに打つ判断結構強気ですよね。 クロックもすべて終わってるんですが、こ,この辺はしっかりディガホグの方で取れたので、透析機器をクイーンの方で降り切ることができました。もう強気の判断で先に降り切って、あとはロイヤルチャンピオンが能力残してるのでぐるっと待って全開です。さて、テスラの方も降り切って、ブーメラン。これであとはもう本当に回収していく。それだけです。あ、巨爆がなんか癖強い。 いいですね。この展開でディガーも大量に残ってるし。まあ、クイヒーとしては結構火力に負けちゃった感はあったけど、しっかり最後まで生き残って仕事してるっていうところも、まあ、こういうのほんとガクうまいですよね。なんか、いやーもうきついなっていうところからしっかり、なんか余裕の全開まで持っていくっていうのがガク,クのリカバリーというか、うん持ってき方うまいですよね、そういうの。で続けてオルボですね。あ、そう今回クラウスが出てなくて、なんかね、 九州横断するんで休みますとか言ってなんか対戦直前になんかいきなり言い出して、はぁって感じですよね。なんだそれっていう。まあ、元もともとあいつは九州に住んでるんですけど、なんか九州横断したくなっちゃったみたいで、なんか対戦休みました。はい。<laughs> まあ九州横断したいならしょうがないですよね。まあ、ここをね、透析機の部屋へ、スルッと入れていきつつ、このホーミング解除のバルーンのタイミングがすごく完璧です。いいタイミングだと思う。はい、これで、 スケルトン捕まってたんだけど、バルーンで降り切っていきつつ、かなり奥のところまでホーミングチェックができました。で、今回もポイズン2枚なんだけど、まあ、さっきと同様、もう撃っていかなきゃいけなかったんですけど、ちょっと遅かったので、ここで結局クロックを使わされると。こういうの見るとなんか結局フリーズの方が強いなって思っちゃいますよね。まあね、ポイズン2枚でも結局火力の高いところで当たるなら変わんないんで。んー、まあ結構、うん、元ンゲーか。今一番食い火で、 火力の高い防衛施設。援軍ですからね。援軍系ですからね。まあ、ただ、黒くを使ってしまったこと以外は、ほぼほぼ理想的な展開で、キングと東海弊社でサイドカットしつつ、このマルチ IT の部屋にキングを入れていきます。これすごくいい誘導ですね。からのタウンホールに向けてディガーホグをスタート。さあ、ディガーがかなり HP 低かったんですが、なんとか。 ともかけつつ。まあ、今回ね、クロークの部分ともう一つ、唯一、こうすればよかったなっていうところだと、こう、ストライカーですね。ヒーローが3連単で、タンタンタンと当たるところだったので、ここストライカーが持ってきてなかったので、すごい時間かかってしまいます。まあ、ディガーがね、非常に足止めを食らいつつ、キングもね、かなり HP 高いの、ね、で、すごい止まるんだよね。 ロイちゃんもね、こっちヒーローの処理の方ではなくて、上の方にちょっと流れてしまってたので、時間がかかったと。まあ、逆に言うと、ロイちゃんこっち流れたおかげで、その辺の防衛施設全部かっさられたので、逆に言うとそれも良かったかもしれないですね。うん。まあ、結果的にはぐるっと回って、このまま全開です。素晴らしい。全然余裕のある、綺麗なタグでしたね。まあ、ディガーにね、 ストライカーを混ぜることの重要性っていうのもある程度見えたアタックにはなったのかなと思います。まあ余裕なんだけどもっと余裕の全開にはなったかなと思います。はい、というわけでね、今回はユニコーンズラブ戦を振り返ってたんですけど、これ実はね、何度も取り直してて今ね、最近配信機材を買ったんですけど、なかなかなんかうまくいかなくて撮影してんのに、撮影動いてんのになんか保存されなかったりとか、まあ多分画質はすごく綺麗に撮れてると思うんだけど、どうなんだろうか。 結局一度も保存されずに編集画面までいけてないので、まあその辺ちょっと今いじってるところでございます。配信だったり、まあ編集だったり、まあその辺結構お金かけてね、いろんなもの買ってます。まあどん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 その辺をね、向上していきたいな、YouTube にもっとやっていきたいなっていうところでいろいろ試してるところです。で、最近だとえっ、ー、と、スタドラのね、イエティと合成したやつだったり、クラウスのウィザードのやつだったり、ガクのディガーのやつだったりとか、ああいうのをなんかスタンプ化させてね、YouTube のライブとかで使えるようなね、 今、申請が通ったので、まあ、そろそろね、メンバーシップ制度として、まあ、その辺使えるようにね、やっていきたいなっていうところも準備中でございます。ま、いろいろね、やっていきたいなっていうところを、まあ、準備して、まあ、いい感じに、続ければ、なんか、いい感じになんか、もっともっと成長できればなと思っているところなので、ぜひね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら